はい、黒キツネザルというお猿さんの種類になります。オスとメスで色が分かれてて、茶色いのがメスで黒いのがオスとなってます。バイオパークでは合計10羽と放し飼いになってて、森の中で自由に暮らしています。野生ではマダガスカルとか暖かいところに生息しているお猿さんですね。暖かい日には結構全身を浴びながら日向ぼっこしている姿がご覧いただけます。結構顔怖いって言われてるんですけど、あのつぶらな瞳で結構可愛いです。お手手も柔らかくてふにふにしてます。たまに餌欲しくって肩とかに乗ってくるんですけど、結構重たいですね。皆さんよかったら開園してから餌あげに来てください。待ってます。